遠藤航選手への称賛が止まらない。前回の動画で遠藤選手が地元紙によるリバプールの2023年最優秀選手に選ばれたことを紹介したが、今度はファン投票による12月のリバプール月間最優秀選手賞、そしてプレミアリーグによる月間ベストゴール賞にノミネートされることとなった。またイギリスのスポーツ分析会社であるオプタは、遠藤選手がいかに重要な選手になったかという記事を投稿。リーグ戦で遠藤選手が出場するとリバプールの勝率が 30% 上昇するという衝撃のデータを公開。公式戦全てを含めて出場時間がほぼ同じになったマック・アリスター選手とのプレーを比較し、誰もが眉を潜めた加入だったにもかかわらずスタメンの選手に匹敵する数値を残していると評価した。一つ大きな違いが現れたのはプレッシャー下における前線へのパス。入荷する戦でもえげつないスルーパスを見せたマック・アリスター選手のリスク許容度は高く、一方でセーフティーな遠藤選手は入荷する戦のパス成功率が 91.3% を記録した。このあたりは監督の好みやチームのスタイルにも影響されるが、サポーターはマック・アリスター選手を一列前にして遠藤選手との共存を望んでいる。今回の動画では12月の最優秀選手に選ばれ、データにも残る活躍を見せた遠藤選手への海外の反応をご紹介する。海外の反応なんてことだ。遠藤がリバプールの月間最優秀選手に選ばれた。思わず iPhone を舐め回したくなったよ。これが俺の率直な感想だね。俺も同じだ。今の遠藤を見たらきっと誰もが同じリアクションをするだろう。野生的な遠藤は見るものをワイルドにする。そう、アンフィールドならね。待ちに待っていたものが届きました。遠藤、アジアカップのトロフィーを手に入れてくれよ。彼が MVP に選ばれた日にとても素敵なものが届きましたね。おめでとうございます。遠藤、アジアカップで全てを勝ち取ってくれ。日本も頑張れ。もうすぐ遠藤タイムが始まる。ベトナムは日本代表に5対0で敗れるだろう。アジアカップで遠藤がいなくてめちゃくちゃ困る。この世には遠藤からしか摂取できない栄養がある。彼はもうクラブのレジェンドだ。ファンダイク以来ベストの補強だと考えている。だから日本代表は早く私たちのスイートプリンスを返してくれ。遠藤が大好きすぎてついに俺もマウスピースを着用する時が来たかもしれんな。遠藤の MVP 受賞に笑いが止まらない。あそこにいる選手が見えますか？彼は私の息子なんです。遠藤が幸せそうだと私たちもハッピーだな。彼の笑顔はとっても素敵だね。遠藤はまさに愛さずにはいられないっていう選手だ。リバプールというこの街にふさわしい。イギリスで一番父親が多い日本人、それはリバプール生まれの侍である遠藤に間違いない。中盤のヤクザである遠藤に万歳三唱。まあ落ち着け。もちろん相手にとって怖いという意味だ。シメオネもマフィアみたいって表現するもんな。決していい表現ではないが、相手に恐れられることは重要だ。遠藤はバイエルンミュンヘンに90分間偏頭痛を与え続けた男だ。来シーズンはもっと良くなるぞ。シュトゥットガルトが調子悪くても彼だけは最高だったからね。ただのレジェンドなんだ。彼はコマンドスでいうところの遠藤ザブッチャー。4回戦ボーイがリバプールに来たと思ったらただの未来のチャンピオンだったけん。寡黙な働き者である遠藤が日の当たる場所に出てきてくれて嬉しいよ。遠藤がチームにとって鍵となる存在なのは明白。頭を空っぽにしてプレーを見れば誰でもわかる。遠藤はこのフューチャーメーカーズのトロフィーのお眼鏡にかなった。本当に素晴らしい選手だ。もし遠藤がこのトロフィーをチャリティーオークションに出品したら一体いくら金額がつくか楽しみだ。アリソンよりも高い値段がつく気がする。最低でも50万円は用意しておいた方がいいだろう。すでに遠藤のユニフォームは40万円以上で落札されている。トロフィーなら100万円は超えるかもしれない。プレミアでプレーするという遠藤の夢の実現はそのままリバプールの奇跡の躍進につながった。これほどうまくいくケースは珍しい。リバプールに不足していたパズルの最後の一かけらが遠藤だった。30歳になった時にイングランド最大のクラブからオファーが届く。この時の彼の気持ちは全く想像がつかないな。だがシュトゥットガルトは世界最大の守備的ミッドフィールダーを失った。これだけは確実だな。ドイツの反応。遠藤がリバプールで MVP に選ばれる100点の活躍、これでアンチどもはお口にチャックするしかないはずだ。遠藤が素晴らしい選手であることを私たちはひとときも疑ったことはありません。私たちの誇りです。遠藤に敬意と祝福を。俺が SNS をずっと見ているのはリバプールファンの手のひら返しが面白いからだな。向こうの人は追加で70億円支払うべきだとか議論しているらしいぞ。悪い提案じゃないな。お金は受け取るべきだ。でも冷静に考えたら遠藤がこんなに早くリバプールに適応するのはおかしいだろ。適応じゃなくて活躍。遠藤はリーグ屈指のアンカーとして地元サポ以外にも知られてきている。熱心なシュトゥットガルトのサポーターでも短期間でここまで注目を浴びるのは想定外。
遠藤がすごすぎるんだ。俺たちは散々遠藤が過小評価されていると言っておいて、実は私たちも過小評価しているうちの一人だったのかもしれない。遠藤におんぶに抱っこで足を引っ張っていた可能性、そうでないとこの活躍は説明できない。私たちにとって最高の助っ人で頼れるキャプテン、ただ純粋に一人の選手として可能性を追求する野心があったのかも。シュトゥットガルトでも加入当初の序列が低かったのに成長した。彼のポテンシャルや向上心には限界がなかった。遠藤が活躍してくれてよかった。本当によかった。退団してなおサポーターを震撼させる恐ろしいキャプテンだ。公式が遠藤のプレー集を投稿しているのはありがたいな。リバプールが彼を大切にしている様子が伝わってくる。逆に今シュトゥットガルトが3位で好調だから、遠藤がいなくなってむしろ強くなったという人が出てきている。冗談でもそんなことは言っちゃいけない。遠藤が一人で今までどれだけのプレッシャーを抱えてきたのか。確かにアタカンカラゾロは遠藤の後釜だが、彼は遠藤のことを絶対的なお手本だと称賛している。遠藤が抜けて選手を補強し、チャンスをつかんだ選手が成長した。あとは単純に17得点のギラシ。世界最高のサッカー選手である遠藤とエムバペ、ギラシ、この3人が一緒にリバプールでプレーするところが見たい。ギラシも遠藤も新しいレベルのロックを解除したよ。共通点はどちらも批判される孤独を力に変えたことかな。ギラシと遠藤の関係は微笑ましい。だが遠藤にゴールの決め方を教えたギラシの獲得を私はリバプールに許すことはない。プレミアリーグ月間最優秀ゴール賞にノミネートへの反応。遠藤のフラム戦のミドルシュートがプレミア公式からベストゴールの一つとして選出された。このゴールが決まった時涙が出てきた。ここから確固たるポジションを築いたことをサポーターは誇りに思うべきだ。ライスやカイセドが束になってもかなわない大きな壁、それが遠藤という存在。マックアリスターのゴールも素晴らしかったけど、彼じゃないなら遠藤だね。遠藤はロドリより優れているし、年を取らない日本人は今後数年間必要不可欠な存在になるはず。遠藤は日本のソルジャーでキングなんだ。私はそう呼んでいる。彼にとってゴールはボーナスみたいなものだけど、ミドルシュートもあると周りに認知させた影響は大きい。アシストとゴールが計算できる守備的ミッドフィールダーは貴重だよ。遠藤は現時点のリバプールで最高の選手の一人だ。遠藤のゴールはシュートそのものよりそこに至るまでの背景が素晴らしい。出場して5分で同点ゴール。あの負けてる状況でエリオットを投入せず遠藤をピッチに入れたクロップの采配。あの時集まった5万人の観客の中で遠藤を信じることができたやつがスタジアムにどれだけいたか。遠藤はあの日間違いなく流れを変えた。俺はあの時ほど神の存在を感じたことはない。クロップの信頼に結果で応えた遠藤は超クールだった。チームメイトとの連携も素晴らしかった。マックアリスターのゴールも相手にとって情け容赦ない感じでゴラッソだった。フラム戦のゴールは全てノミネートされるべき。この試合は選手一人一人の魂が感じられるベストゲームだ。遠藤はこのゴールでチームの一員として認められた。多くの人にとって一生忘れることのできない試合になるだろう。秘宝、このチャンネルはいつ吹き飛んでもおかしくない弱小チャンネルです。動画が投稿できているのは皆さんの一つ一つのいいねやコメントのおかげです。もしよかったら今後も一緒に世界を驚かす日本サッカーを応援してください。